創業が1908年の明治41年になりまして、今年で112年になります。僕の曽祖父が創業しまして、今で4代目でやらせてもらってます。ずっとここで生まれ育っているんですけれども、本当に子供の頃はいつも賑わってる、商店街だったんですけれども、年々寂しくなってきてしまって、ただでもなんだろうな、お客さんは減ってきてはいたんですけれども、ただやっぱりそこに新しいお客様、いわゆる、プロではなくて一般の方たちであったりですとか、外国の方なんかもよく来てくださるようになってきてなんですけど、ただ受け入れる側が、そういう体制がまだ整っていなかったというか、というのは例えば一般の方たちが来てくださっても、要はこうお店に入ってもこう、見づらかったりですとか、どこに何があるのかわからなかったりとか、かといって聞くにも聞きにくいお店の雰囲気だったりですとか、やっぱりそういったところがまだまだあったと思うんですよね。で、まあ、やっぱりこれからを考えた時には、どんな方たちにも、喜んでもらえるようなお店、一回来てくださったら、また来てみたいな、人にも伝えたいなというふうなお店にやっぱりしていきたいなというふうな思いがあって、当然やっぱりこう古いお付き合いがある産地だったり職人さんだったりからいらっしゃるんで、そういった方たちにこう助けていただきながらってことがあるのと、あとやっぱりこうずっと長年プロ向けの商売をしてきたので、やっぱりお客様から教わることがすごく多いですね、大きいですね。でそういったことの蓄積がやっぱり僕らの一番の財産だと思ってるんですけれども、日本の料理道具ってやっぱこんなに、もちろんだから、丈夫で長持ちするっていうことももちろんそうなんですけども、だけじゃなくて、こんなにきめ細かいサイズ展開があるとか、こういったものっていうのは本当にないんですよね。例えばボールにしてもバットにしても、本当に2センチ刻み3センチ刻みですごい種類があるんですけれども、そういうふうなこう、繊細な、よくこう目の行き届いた料理道具っていうのがすごくやっぱ日本的なんだなっていうふうにすごく今思っていて、ないものがもしあるようであれば、古くからのお付き合いの職人さんに相談して、作ってもらったりですとか、割とそういったことに快く受けてもらえるっていう風な、環境があるっていうことが、まあ、すごく恵まれてると思うんですけれども、やっぱり専門店ならでは、カパシならではじゃないかなと思いますね。